ただよびアウトプット漢文第21個。この時間は僕、はつかさがお送りいたします。はい。今日のテーマです。第21個のテーマは、否定の句法、慣用表現の実践問題です。概要欄の方から、該当の期間講座あ、飛べるような形になってますので、まあ、必要がある人はそちらを確認してください。はい。では、本日の問題は、防線部を、まず、括弧の1、すべてひらがなで書き下しなさい。 で、その上で、括弧の2、平易な日本語に訳せという、まあ2段の構えをする問題になってます。で、まあ冒頭ですが、妻が言いましたと始まって、夫っていうのは、駅をよくするもまあ非常に駅っていうものが得意だったってことね。で、その上で防線部という風になってて、で、ここだね。注目は、先頭のこの2文字が慣用的に使われる表現でした。特にこの下の この字ね、えー、かつてというふうに読む字の、いわゆる異字体になってますので、そこ気をつけなければいけません。で、この並びになると、いまだかつて〜何々ずーというふうに書き下して、今まで一度も〜何々したことはないっていうね、そういった表現になるものでした。まあ、ここがかつてって読むことさえできたら、いまだかつてだからね、あ今まで一度もって意味になるなってことはすぐわかりそうだけどね。 で、えー、さらにですね、今回後ろ見ると、まあ、人があってためが来ていて、で、僕の部分がね、えー、中になってて、これ、占うというふうに読んでいるわけです。で、今回は、その、占うと読む、この字から、1点、2点と、書いてるわけだよね。で、この、 未来の実の字というのは、ああ、再読文字ですから、再読文字は、一度目は副詞として読むけれども、二度目は助動詞扱いだったよね。この講座。になっているので、まあ、この再読文字は、助動詞として機能するっていうことを踏まえると、ああ、じゃあ、やっぱり、ここ、占うっていう動詞になってるから、 この僕という字が述語として機能してるんだなってことも見えてくるね。ってなると、じゃあ前のこの人とためはどうなってるのってなると、まあこれ僕が占うっていう術語になるなら、例えばだよ、この2文字抜いて読んだ時に、今まで一度も占ったことはないっていうふうに、まあ十分意味解釈できそうだよね。今まで一度も占ったことはないってね。 ってなると、じゃあ真ん中に入ったここって何になりそうってなると、きっとここが、そうだな、ちょっと英文解釈っぽくやってみようか。いわゆる、人のためにのような、全知識の塊作ってるっていうふうに見えてもいいかもしれない。人のために、占ったことはないというふうな形でね。 というふうに、まあ、ためはね、様々な、こう、誤報が出てきてしまうので、そこ注意しなければいけないんだけれども、まあ、今回はありがたいことに、未だかつてと僕の部分が、まさに、1点と2点で、え、つながってるってことを考えると、あ、今まで一度も占ったことないんだっていう、その大きな骨格はわかるから、じゃあ真ん中に入ったこの表現は、あ、人のために占ったことはないんだなってことは見えてきそうでね。で、忘れちゃいけないのが、今回、ここ。 文末にこの字がいますから、この文末に出てきたなりは疑問の句法等々が絡んでないのであれば、古文文法、断定の助動詞なりとして機能してくるから、あ直前が連帯形の接続になるようにうまく書き下し文を作らなければいけないということです。あとは、今日、 カッの2番が平易な日本語に訳せっていうふうに言われてるから、まあ自然な役は何だろうってことを考えたいわけだよね。で、まあ一般的にね、この平易なとか分かりやすい日本語訳って言われた時って、例えば直訳を書いて、その後主語や目的語が抜けてた場合は、その部分を補ってっていうふうに言うから、そうするとこの文って、まあこの文自体に主語は書いてないんだよね。ただ、 うんどうだろうこの文前から見ると、夫っていうのは駅が得意なんだけど、今まで一度も同行することはないっていうふうになってるからね。あ、主語が夫だっていうことはすぐに把握できそうだよね。夫は駅を得意としているけど、今まで一度も人のために占いをしたことなんてないんだっていうふうになりそうなので、ね。 この術語に対する主語が抜けているので、ここに夫という主語をしっかり補って入れてあげれば、分かりやすい現代語訳になりそうだね。はい。では、板書の方でまとめてみたいと思います。はい。では、回答を作っていきましょう。まず、先頭が未だかつてという風に始まっているので、もうここはね、えすぐ書けるはずです。未だかつて。 で、えー、この部分ですね、人のためにという前置詞の塊になるようなね、ものがありますので、人のために。ただ、ここが少し悩んでしまうっていうのはね、今回、これ、振り仮名で、僕とまでは書いてあったんだけど、そこに送り仮名がなかったんだよね。 だからこれ、占うっていう動詞だってことは分かっていたんだけど、この字を書き下すって言われた時に、僕の後ろにくっつく送りがなって何だろうって悩んじゃう人いるかもしれない。じゃあその時どうすればいいのって話だけど、実はこの講座の中でもね、説明していたんだけど、どうしてもその述語の部分が何という風に読むのか分からなかった時、 ま、特に送り仮名つけてね。その時は原則左辺を疑ってみようっていうふうに言ってたんだってね。列除というこの二字の熟語では何かわかんないから列除すという術語になりそうだよね。六を何というふうに読むのかわかんなかったから六すって読んでみようよっていうふうにね、先ほど紹介した講座の中でもやっていたでしょ。 なので、そのことをうまく活用してくれたらきっとこれは、ボクスという左辺なんだろうなと考えてほしいの。いいかなはい。ですので、ボクスという左辺に、いまだ〜ずのず、打ち消しの助動詞をつけるから、せいしす、する、すれ、せよ。左辺の未然形にするってことは、ボクせ、にする。 その上で、今日は最後、なりくるからね。忘れちゃダメだよ。なりがくるということは、断定の助動詞である以上、断定の助動詞は上、連体形。でも、未だ何々図の図は、古文ではズーズーズー、ずーずーずーぬーねーまるの、連体形にぬがいるけど、漢文ではそれが認められていないから、僕、せざる。 なりが正解となります。で、その上で、これを訳しなさいっていう問題。で、平易なってことを考えた場合、この文には主語が書いていなかったから、主語を補充して答えてみようとすればいいので、はい、従って回答はこちら。はい、回答はこちら。夫は今まで一度も他人のために占いをしたことがありませんが正解です。あの、 占いをしたことがないとか、占ったことがないっていう風に書いても正解ね。ただ、一応ね、この部分さ、妻が言いましたという、妻の発言を現代語訳するので、少し丁寧に、えー、ありませんという風に、最後、まとめてみました。まあ、もちろん、ただ訳すだけであるなら、占いをしたことがない。でも全然正解だからね。ただ、会話文ってことを考えると、こういった、ありませんのような、丁寧な書き方した方が自然だもんね。なので、こういった回答を、 求めてくればよかったということになります。ちなみにね、あの、今回ここ僕っていう風になってて、占うっていう風に読んだけど、あの、この字だけで、裏って読むこともあるよね。 まあ、日本史受験でする人はね、えー、日本史の古代とかあ、その辺の話でこの字が、ね、出てきて裏っていう話も聞いたことあるし、あとはアナウンサーさんでね、えー、まさにこの字を使って裏と名字になってる人いるよね。水に裏で三浦さんなんていうふうな名字の方もいるので、あ、裏って読むってことだから、占ないっていうところとつながってくるんだなっていうふうに考えると、しっかり読みと意味がつながってる、そういったことにもね、えー、意識がいけると思います。 はいじゃあ今日はこの辺で。本日の授業はいかがだったでしょうか復習はその日に1回、1週間後に1回、1ヶ月後に1回、最低3回はやって、必ず自分の身になるように復習してください。授業が良かった場合は高評価、さらにチャンネル登録もお願いします。